はい、明けましておめでとうございます。ちょっともうちょっと待つか、まず最初に明けましておめでとうございます前に、グッドイラン博士のグッドイラン博士の恋愛に役立つゆるふわな番組ボル16、今回第16回目で録画したのは2017年の1月の5日ですと。で、明けましておめでとうございます。明けましておめでとうございます。今年もよろしくお願いします。今年もよろしくお願いします。僕の著者名はグッドイラン博士といって、恋愛の本を10冊以上書いていて、主に女性向けの恋愛指南書です。で、自己紹介を。はい、アシスタントの小鈴ラビです。よろしくお願いします。マスクはどうしたんですか？すいません、風邪をね、引いておりまして、まあ、でも思いっきり声を張るので、うん、そうだ、僕は滑舌に注意しよう、はい、そうですね、ただ博士に移したくないっていう、こう自己満足の、いや、それはありがたい、はい、偽善的マスク。そうそう、僕とね、もともとそういう性格なのかもしれないけど、僕と関わるとそういうの裏の裏までこう考え言っちゃうんだよね。そうそう、いいんですよ、はい、すいません、今日はちょっとマスクで失礼いたします。はい、一つ、そう、宣伝をしなくちゃいけなくて、グッドイラン博士スペース SNS スペース9月15日で検索すると、もう一回言いますよ、グッドイラン博士スペース SNS スペース9月15日で Google 検索すると、 Yahoo 検索でもいいけど、そうするとそこのページで、僕が運営している SNS があって、そこに入れますと、無料でね、はい、そこにはこう相談とかいろいろ書くと、相談、深刻な相談書かれるとちょっと辛いけど、まあなんかコメントします。気まぐれに、はい、はい、私もおりますので、そうはい、ぜひコミュニティに参加していただいて、この番組のページもありますので、この番組の質問コーナーとかですね、あります、質問コーナーもあるし、いろいろもう自由に何か書けば僕が見つけてそれをこう持ってってここで話しますし、はい、話さないものも僕はコメントします。そうです、はい。博士すごい豆ですよね、はい、そうですね、ありがとうございます。はい、なんかすごい細かくキープしてらっしゃるので、偉くて、すごく長く書いてくださる方がいて、あ、それも読む気がしないっていうで、しかもいいねも押せないんですよね、そう、読んでないから。そう、わかります、わかります。昔はミクシーが流行った頃に、斜め読みの女王っていうやつがいて、斜め読みの達人なんです、はい、でそれはもう本当にほとんど読んでないんだけど、ちゃんとしてコメント書けるっていう特技があって、だってその例えば、今年はいい日になりますようにと、でお雑煮も美味しかったです、うん、でもなんか実はおじいさんが病気で重い病気ですと、最後の最後でひっくり返ることあるじゃん、うんうん、それをちゃんと読み取って、おじいさん大丈夫ですかっていう、もう斜め読みの女王になりたいですよ、僕も。皆さん、短め、できれば短めのいい感じの、そういい感じの、はい、そう、コメントをよろしくお願いいたします。私も、必ずと思われるんですが、一応返事はそうです、あ、それはありがとう、一応してますよ、してます。一応見てますんで、うん、あと私はツイッターもやっておりまして、そちらにリプ投げていただければ、フォローしてね、はい、うん、フォローしなくてもリプしていただければ、フォロワーが増えたら嬉しいとか、そういうのないんです。あ、フォロワーも増えたら嬉しいです。そうですよね。はい、うん、グッドイラン博士の番組見ましたと言っていただければ、そちらにいただいた質問なり何なり博士に。フォロワーとフォローする人もなんていうか分かんないけど、はい、バランスってどうなんですか？同じぐらいですか？いや、私はフォローしている数が400人台で、うん、フォロワー数が8000人台。ということは、人によってはフォローし返さないってこと。あ、そうです。それどう、知り合いしかしない。あ、知り合いしかしない。あ、でも話しかけてくれたらします。あ、そう、あ、それ言っちゃった、うん、知らない人はしないです、基本的に。フォローバックっていうんですか、フォローバックっていうのは、うん、は基本しないです。僕とかはもう細かく見て、フォローしてくださることを見て、その人がすごいたくさんの人に支持されてるとフォローし返すっていう、あ、ずるい。あ、でもそうですね、それこそ有名な方で、私なんか会ったことない方だと、なんかアキマンさんっていう有名なイラストレーターの、ストリートファイター2の、チュンリーとかをデザインした人なんですけど、イラストレーターの方は一回ちょっと一緒の会、飲み会みたいなんで、なんかすれ違った程度でお話したことないんですけど、めっちゃ有名な方なんでフォローしてます。ありますよね、そういうのね。そう、あとビジネスに関わりそうな人一回フォローしておいて、はい、あんまり役立ちそうもないなと思った時にフォロー外すこともよくある。あんまりそんなすげえ打算的に使う、置いといて、置いといて、近況です、
近況は。近況そうですね、あコミケ。コミケ、ああ。冬コミ行ってきました。コミケっていうのは夏と冬あるんだ。そうです。それは両方とも大きいんだ。同じぐらいの規模です。へえ。はい。やっております。コミケっていうのはコスプレをして出たってことですか？と正確に言うと私は、うん、あコミケってわかりますよね。全然あのねなんとなく漫画の同人誌がを売っている人たちが集まる、はい、なんかビッグサイトとかなんかに集まって、はい、適当ですよ。はい、で買ったりとか、はい、である時期から急にコスプレイヤーの方々が現れて、はい、でこう盛り上がってるみたいな印象。ああでも間違ってないと。間違ってない。大まかにとは正しいんですが、うん、場所は合ってます。東京ビッグサイト、ね、で冬は29、30、31のその3日間12月？そうです。そんなギリギリにやるんだ。最後の大晦日までやる3日間のイベントで、夏のお盆ぐらいにもう3日間やるんですけど、うん、お盆なんだ。そうなんですよ。で、私が行ったのは1日目のみで、うんうん、あの同人誌だけじゃなくて、うんグッズも売ってるんですよ。なるほど。同人グッズと言われるもの。なるほどなるほど。で、私がいたのはカンコレってわかります？わかる。あのね、戦艦武蔵とか。そうですそうです。を女体化して。ね、女体化。で、まあコスプレイヤー、コスプレっぽくなってるみたいな。そうです。あそれってゲームなの？はい、DMM のゲームです。オンラインの、ブラウザゲームになるんですけども。ってことは、iPhone アプリとかでできるってこと？iPhone ではできないです。ブラウザーでやれるので PC ゲームなんですけども、そのカンコレ、艦隊コレクションというカンコレのグッズを売ってました。うんうん、それで勝手に売っていいんだ。勝手に言っちゃダメです。あそのでもあのカンコレの著作権の人に言ってとか、はい、そういうこと。あ、まあ、同人なんでそこは同人なんで、それはいいんだね。グレーで、ね、で多分カンコレの方も、まあ、目をつぶってるんだろうね。そうですね、うん、まあ、そこはお互いに盛り上げましょう。そうです、そうです、まあ、日本独自の、まあ、同人っていう文化なので、うん、ちょっとわーってしてる。そうね、なるほど。そうか。そで、はい、何をしたんですか。私はあのぬいぐるみ売ってます。売ってた。じゃあ普通の服でってこと。はい、カンコレのその女体化した、うん、その私は武蔵じゃなくてチクマっていう、うん、ちょっとマイナーな従順妖怪なんですけど、はい、チクマの格好をしてぬいぐるみを。じゃあ調べれば写真出てきたりする。あ、出ます。で、私のツイッターに写真上がって。へえ、はい、控えめな、あの、うん、控えめな写真です。いいですね、このコミケ。あ、で自分も買いに行ったりした。あ、行きましたね。へえ、はい、いろんなグッズ売ってたの。男性と女性の割合ってどれぐらいなんですか。まあですね、コミケ細かく話すと、うん、その女性向けジャンルのものと男性向けジャンルってあるじゃないですか。あるね。なんでそのなんとかのバスケとかね。あ、そうそう、なんかだから男性向けのところには男性が多いし、女性向けのところには女性が多い。うん、あ、そういうことか。そういうことです。なんで、一概にはちょっと言えない。僕の印象だとすごいなんかすごいカメラを持ったやつらが集まってるみたいな。あ、それはまあコスプレ。それはコミケだよね。そうです、そういう人もいますし、あ、まあ、私もちらっと言ったんですけど。うーん、面白い。ただまあ私は売り子さんをメインでやってたんで、うん、どっちかっていうとコスプレをしに行ったわけではないんですけど。ではないと、はい、今年の抱負は。あ、今年の抱負 あるんですか。あります。あるんだ。言っちゃうかな。言っちゃいましょう。ちょっと実現できるか分かんないんですけど、通訳案内士の資格にチャレンジしたいと思います。すごい。それは通訳案内士って何をするんですか。外国人向けの観光ガイド。だから2020年に向けて。そうです。あ、いいですね。はい、国家資格なんですけど、かなり難しいんですけど。ということは観光地のこともよく知らないといけないんだ。そうなんです。不動明王が何のかとかね。もう私アメリカに行ってたじゃないですか、はい、でも全然日本史とか分かんなくて。あ、今中学の地理で勉強してます。地理で。チリで歴史を勉強するってこと。あ、チリも出るんですよ。歴史だけじゃなくて。出るよね。そう、だから中学のチリっていう教科書があって。ある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 。まあ中学のチリぐらいでいいよね。でもなんか例えばなんか日光東照宮とか行ったら、はい、なんか眠り猫とかあって、はい、眠り猫は、こっちがどっちかを向いてて、あ、つまりその、うん、中側をその境内の方を向いてるか外を向いてるかみたいな。でそれに意味があるみたいなことを観光ガイドが言ったりするじゃないですか。え、そうなんですか。あ、なんかこう猫が眠ってるってことはネズミが一匹もいないみたいな、なんかわかんないけど適当ですよ今。へ、そうなんですか。とかあとはなんか日光東照宮って、柱が何本立ってるんですけど、どの門も一個だけ柱が逆さに立ってるんですよ。
あの普通切って根っこから普通こう幹の方に柱を立てることになってるんですけど、うん、1本だけひっくり返って立ってるんですよ。それは意味があって、うん、なんか完璧なものっていうのはいつか壊れるというか、だからちょっと不完全にしてるっていう。どうこれこういうことも重要。すごい。そういうのもなんか観光だったらね、うん、OK、次。知らなかったです。素直でびっくりしました。テストに出たりするわけでしょ、なんか平等に方法はどうみたいな。そうですね、うん、すごい大変ですね。なんか英語の分野とその地理、歴史、経済、文化みたいな分かれてるんですけど、うん、で私英語の分はもう取っちゃったんで、あとはそっちの方だけなんですよ。すげえ。そしたら結構収入はだっていいんですけど ね、もうてかまあ仕事としてやりたいんで、うん、確かにちょっとかっこいいですよね。いやちょっとライフワークとしてやっていきたい仕事なんで、うん、ちょっと今年、まあ、何回も受けてね、みんな受かるんで、ちょっとチャレンジして、ね、応援してます。ありがとうございます。博士は僕抱負はね、あ、ないんですよね。ないっていうか、もう何年も前から、はい、なんていうかな、今でいいじゃんみたいな。結構、いや例えば何か成功したとしても、まあ、収入が増えたとしても、まあ、大したことないだろうし、はい、あと何だろう、何かかなって大したことないんですよ。多分あのこれ言っちゃあれだけど、あのその観光通訳士になったとしても、はいはい、超毎日大変だったりするんですよ、うん、今日朝6時起きみたいな、うん、でなんかあの、うん、浅草のなんか雷なんていうのでっかい提灯みたいなところに集まるみたいに言われて、うん、で外人たちがなんかちょっともうすでに酔っ払っててみたいなのが毎日続いたりするわけですよ。でそれは楽しいか、最初楽しいけど、大体あこんなもんかなと思っちゃうことに気づいたんです僕は。その瞬間、まあ生きていればいいかなみたいな。じゃあ博士は今年の抱負は現状維持って難しいですよね、うん、でももう全てを手に入れてるってことですね。じゃあ、あのね、あのそれもね、あの僕の知り合いでお金持ちの人たちは結構いるけど、はい、その人たちは僕から言ったら全てを手に入れてると思うんだけど、うん、まだ手に入れてないと思ってるんですよ、ね、こういう人たちは多分お金持ちになるんだなと思ってて、うん、で僕の場合はあとその幸福って結構収入が低くても、うん、何も手に入れてなくても、うん、結構満足できるので、うん、そういう意味で僕はそのハードルが低いんですよね、うん、そんなに手に入れてなくても、うん、全てを手に入れてる感があるっていう。いやでも私から見たらもう全てを手に入れてるからもう特にいいのかなっていう、だってお子さんもいらっしゃるし、うん、素敵な奥様も、それも本当ありがたい、うん、そうなんですよね、うん、でもそうすると本当に努力しなくなるんだよな。それは難しいもんね。だって本も売れてるし、まあ、ありがたいですよ。あと何がなんかやっぱなりますよね。うん、まあ本当に何でも叶うとしたら、うん、カリブ海で、うん、こう、ね、言いましたっけそれ。聞いてない。カリブ海で、まあ、地中海でいいや、ね、大きなクルーザーに乗って寝そべりながら、はい、ちっちゃいパラソルがあってね、うん、で青なんぞカリビアンブルーですよね、海はね、あの綺麗な色ですよ。で心地よい風で、うん、で執事が書いて、うん、博士電話ですとか言って、うん、それはね沈黙かなみたいな言ってそしてお金が入ってくるみたいな、憧れるけどこれって結構大変だよね。そうですね、うん、沈黙かなって軽いですね。軽い、そう沈黙かなガチャッありがとうございますとか、その執事が言って、多分あのハリウッドのセレブでしょうね。うん、あのブラッド・ピットかなんかがもうアンジェリーナ・ジョリーとやり直したいと、いろんなことした、やりすぎちゃったんだなと思いながら、じゃあもうとりあえず沈黙しましょうみたいなので、まあすごい金がこう入ってるって憧れるけど、ブラッド・ピットから恋愛相談をされるっていう、それいいよね。あとプーチンとかから外交でも使えるんですよ多分。うん。ドナルド・トランプにどうするべきかみたいな、うん、沈黙かな沈黙しか言ってないけど、それでもガポガポね、それって縁のような気もするんですよね、はい、あのグッドル博士っていうすごいやつがいるぞっていうのをブラッド・ピットからドナルド・トランプに流れて、うん、あるじゃん、ピコ太郎ね、
ジャスティン・ビーバーの気まぐれですよ、うんうんうん、そういうのがあったらいいなと思いました。いやでも私はそれはあると思います、うん、そのうちよし、カリブ海、はい、よし、じゃあ2017年頑張ろう。はい、頑張りましょう。一緒に頑張りましょう。通訳として雇ってください。はい、あ、そうですね、じゃあ、やれますやれます。一緒にカリブ海行きましょう。あ、そうですね。よし、ディズニーレーダー行きますか。はい、すいません。じゃあ、進みましょう。そうそう、時事ネタ、はい、タイトルは読んでもらいます。はい、じゃあ時事ネタいきたいと思います。ベッキー川谷との騒動に向き合う決意、かっこバラエティで生きてる以上話し、お話しします。はい、話します。はい、これはあの1月3日のデイリースポーツですね、はい、で中身をちょっと読んでみると、はい、タレントのベッキーが2日深夜に放送された ABC テレビの ABC って大阪かな。そうです、関西です。そうですね、はい、深夜番組又吉大吉の眠れない夜を乗り越えてに出演し、ロックバンドゲスの極め乙女の川谷絵音と不倫騒動についてバラエティ番組で話していく覚悟を明言したと、はい、まあ例えば2人は途中中略して、2人は戸惑いながらベッキー、2人というのは多分その又吉と大吉は戸惑いながらベッキーに不倫騒動について尋ねた。又吉は番組のタイトルに引っ掛けて、眠れなかったりもしましたかと質問。ベッキーはそうですねと認め、最初の4ヶ月は気分転換的な外出もしてなかったです、日を浴びてなかった、疲れないから眠れない、泣き疲れて眠るようだと振り返った。これどうですかね、これ、うん、どう思いました、どう思いました、急に言われても、うん、これあのいただいた資料、うん、はい、読んできたんですけれども、うん、まあなんか矢口まり的な、矢口まり的なというと、なんか矢口真理さんもこんな感じだったし、ああ確かにね、振る舞いがね、そうで、ちょっとしたらしばらくしたらバラエティー出てきてみたいな、なんかそんな印象を受けたんですけど、博士はどうですか。これね、恋愛に絡めたいと思ってて、はい、まずこれが本音とは限らないよね。へー、だってまずベッキーって、はい、どこだったっけ、事務所が、はい、サンミュージックなんですよね。へー、サンミュージックっていうのはあの昔ノリピーがいたんですよね。ノリピーって知ってます？わかります。なんとかノリコ、薬物で捕まった、そう、薬物でこんなことしてた人ね。薬飲みすぎてこんなことしてたんです。本当ですか。はいはいはい、テレビにそれを映ってて、酒井ノリコね、はい、とかも、稼ぎ頭だったんだけど倒れてね、うん、その薬物で、うん、ベッキーが不倫で倒れて、うん、だそのサンミュージックってその一人にすごくかかってるみたいな、ベッキーがいなかったらもうカンニング竹山ぐらいしかいないみたいな。だからもう、この年の、全員のそのサンミュージックの事務所の全員のスタッフのボーナスがなくなったんですよ。そうだからもう背負ってるものでかいんですよ。すごいですね。でサンミュージックもなんとかしてね復帰させたいわけですよ、うん、でそうしたらもうなんか、一番ウェブのやつらとかに叩かれないキャラを演出するしかないわけですよ、うん、だからその日を浴びてなくて毎日泣いていたっていうのがいいですよね。嬉しそう。いやだからつまり何だろう、嬉しそう、これを鵜呑みにする人たちもいて、うん、あ、寒いんですか、ちょっと寒くて、そうそう、その辺にあれあります、あります、ありますね、自由に、ありがとうございます。パワフルってなると強力な、あの南の島に行ったような一緒に、僕暑くて服脱ぎましたからね、これパワフルにしたら、うん、それはともかく、はい、そう、そうそう、だからあの利害関係があると、うん、人っていうのはやっぱ本音を言わないんだと、でこれを本音と思っちゃう人もいるんですよね、うん、ここにテレビで言ってることを、うんうんうん、むしろ茶番だぞと、ただし、あ、だから僕は、うん、しかもその彼女の場合、文春にすっぱ抜かれたのは、まず私は、川谷絵音と友達ですと、はい、でなんか今回の騒動迷惑かけてすいませんって言って謝って泣いたりしたんです。その直後になんかあの文春のセンテンススプリングだよねとかいうのが出てるわけですよ、あ、おいおい、あんた裏と思ってあるのかいと、うん、ね、でその後にこのなんか私は今回あのバラエティに出るので全てを打ち明けようと思いますっていうのもなんか正解じゃん、正解、わかります、答え、なんていうのかな、僕がその赤ペン先生って思います、はい、赤ペン先生だとしたら丸って書きますよね、それが正解みたいな、その正解を答える人ってちょっと信用できないっていうか、うん、と思ってて、確かに、でもベッキーのやってることは正しいんですよね、うん、うん、
でベッキーが演じなくちゃいけない役っていうのは、うん、恋に狂っていたあの頃の私はおかしかった、うん、でも私はみんなが知ってる通り善人よっていう、うん、それをずっとやっていくことでみんな信じ始めるんですよ、うん、で復縁とかでも、うん、あのパターンによっては、うん、あの男性をこうにダメ出しをしたりとか、はい、すごい悪い態度にして男性がうんざりして去っていくみたいなことがよくあるわけですよその時も演じる役もあの時私はおかしかったと、でも私はあなたが知ってる通り、まあ、あの付き合い始めの、うん、楽しい私であってあなたの幸せを願ってるよっていうブランドイメージをこういうふうにこうベッキーみたいに出していくとだんだんこう受け入れられていくっていうことなんで、これはブランディングです。僕サンミュージックの人たちのラジオとかよく聞いてて思ったのは、まあ、まあここだけの話って別に構わないんだけど、サンミュージックのマネージャーの人たちってそんなすごくいい人いないんですよ、うん、と僕は思ってて感じてて、なんだろう、ブランディングができる人はいないと思ってて、多分ベッキー自身がブランディングが上手なんでしょうね、うん、こういう時はこういう風に演じて、人々にこう受け入れられるのが正しいって知ってるんでしょうね、うん、質問です。はい、今の話を聞いてると、うん、ベッキーは恋愛も、うん、その上手な気がするんですよ。確かに。ですよね。うんうん、だってそのなんだろう、その私のっていうものをセルフプロデュースするっていうか、うんうん、こう相手にどういう印象をつけるかっていうことを心得てるってことなんですか。うんうんうん、そうですね。なんでこれダメだったんですか。あのね、落とし、それはね、落とし穴っていうのがあるんですよね。うん、彼女自身は純粋ななんかなんだろう。仕事だけ頑張ればうまくいくみたいなふうに考えていたけど、そこに落とし穴があるんですよね。なるほど。川谷絵音のようなね。つまりあれですか、どうぞ。ああそう、例えば会社とかで、会社じゃなくてもいいけど学校の先生とかって、うん、絶対に悪いことしちゃいけないっていう職業じゃないですか、うん、ね、生徒に手出しちゃいけない、うん、もう特に高校の先生なんかそうですよ、うん、で それがなんかその一瞬の過ちで出した時に、じゃあどうするかというと、私はそんなことしませんって言っちゃうんですよ。わかりますか、ね、そういう職業であればあること言うというか、だからなんだろうな、だから彼女は善人であろうといつもしてるんでしょうね、うん、でも実際そうでもない、普通の人っていうか、うん、そうじゃない人は、普通の人じゃない人はいないっていうか、うん、でもそこでごまかしちゃうんでしょうね、わかりますかね、彼女自身はまあ、最高の打算的な人には慣れてないというか、打算ってあんまり良くないか、打算って言葉はいまいち計算できないってことが、最高の戦略家じゃないんですよ、うんうん、だからそうそうそう、だから みんなが思ってること完璧じゃない。あ、分かりました。つまり、うん、彼女はその善人になりきることはできるけれども、うん、別にその恋愛においてその善人であることが別に必ずしも要求されているわけじゃないシチュエーションもあると思うんですね。いや、善人になりきれてないと思う。ああ、なりきれてない。なんだろうな、落とし穴っていうのが落ちた時にどう対処すべきかっていうのはまた別なんですよね、はい、例えば、メルクだっけ、なんかウェルクか、DNA がやった、はい、失敗があるじゃないですか、はい、なんだろう、パクリだったりとか、まとめてパクったりとか、医療的に間違ってることを乗っけてやっちゃったりした、あれがバレた時にどうするかっていうのは普段のブランディングとかと違うんですよ、うん、でその時にいや、そんな私知りませんっていうのか、うん、私が間違ってましたすいませんっていうのかってまた違うことなんですよ。でもその時に何だろう、ベッキーは善人ぶっているので善人でいろうとしてる、本当は善人じゃないんだけど善人でいようとしてるので、そこに打算が働くんですよ。しかもその彼女は背負ってるものってめちゃめちゃでかい、うんうん、のでそういうこと知っちゃう、浮気なんかしてないよみたいな。なるほど。という意味で言うと彼女は普通の人で、うん、罠にはまった後で対象を間違えたと。だから別に恋愛がうまくはないってことなんですね、普通の人だから。恋愛はうまくないです。恋愛特にうまくない、成人ではないというか完璧な人ではないから、別にこの川谷さんに対しても簡単に落ちてしまったとか、それもあるし、あと奥さんに対して卒業証書を書かせろみたいな、ああうまくなんか対処できてないですよね、はい、全然。だから、まあ、それって悪人ですよね。だって人の奥さんに別れさせて自分たち付き合おうって言ってる
でもそれは普通の人でもありますもんね。まあそうですね。そうだからこれもまた元のベッキーに戻ったんでしょうね。善人になろうとするっていう、まあ戻ろうとしてるところっていうか、まあ、戻ろうとして、うん、元っていうのはだから例えばなんだろう、元に戻らないというのが一つあって、元に戻らないというのはもっとこうなんだろう、俺は私はダメな人間でもあるよみたいなのを出すと一個成長するっていうか、なんか私はそういう系かなと思ったんですけど、話を読んだらなんかそれ本音なんか話してないなっていうか、そうね、なんかこう違う求めてたのと違う回答だったそうねプラステレビっていうのもあるからな。テレビって本当になんかダメな人間もありだよっていうのは認めなかったりするからね。あ、どちらかというとそうですね。だからちょっと今後要チェックっていう感じで。そうそう、だからそう、よりはい、そうだから恋愛で言うとブランディングっていうのはするべきだはい、一回間違ってもあ、そうしましょうか、はい、あ、そうです。次行きましょうか、はい、あ、じゃあ次私読みます。はい、はい、じゃあ次の時事ネタは神さんからいただきました、ありがとうございます。はい、松本、嵐の松本潤の二股交際についてです、うん、セクシー女優とは3年も続いていて一度は破局したものの松本潤からよりを戻した模様。おそらく結婚相手としては井上真央の方が体勢が良かったのでしょうか、体勢、ごめんなさい、体勢、体勢だ、間違えた、体勢が良いのでしょうが、セクシー女優はセフレだったのでしょうか、うん、こちらがかわいそうに思います。恋愛感情が2年とすると交際が長すぎたのかなと思います、うん、博士の見解をお待ちしておりますとのことです。はい、これ、2016年12月23日のビジネスジャーナルというものによると、ビジネスジャーナルなんて扱ってるっていうのが面白いんだけど、ね、これも文春がすっぱ抜いてると、うん、この記事もね、週刊文春によると、夜文春法が炸裂した2016年そのラストを飾る28日の発売後の同誌で、嵐松本潤とセクシー女優葵司の交際が報じられたと、はい、松本といえば以前から女優井上真央との交際が知られていただけに業界内外に衝撃を与えているが、その一歩でまたしてもジャニーズ事務所の圧力が問題視されていると、うん、どう思いましたか。私これ知らなかったんですけど、でセクシー女優と付き合ったとかびっくりですね。確かに、でもなんか、ジャニーズの若手の一人がまた別のセクシー女優と付き合ってという、そのなんか話題になりましたよね。だから心ない人はジャニーズのタレントはセクシー女優好きだって書いてますけどね。またまたまなんでしょうけど、うんうん、まあ、でもそうですね、私は、うん、これは私の意見、個人的な意見なんですけど、はい、うん、そのセクシー女優さんって正直ですよ、うん、自分の知らない男性とするわけじゃないですか。そうですよね。で、その女の人を果たして本気で愛せるのかなっていうか、なんか確かにね、結婚したいって思います。多くの人は思わないね。まあ、いると思うんですけど、まあ、まあ、多くの人は思わないんじゃないかな。思わないと思う。だって風俗で働いていて、うん、で、結婚できませんとか付き合ってもらえませんっていう相談も結構あるからね。いや、でもそのセックスワーカーを卑下するつもりはないんですけど、うん、それもお仕事だと思うし、そう、ね、ある意味あのニーズがあるんでいいんですけど、うん、ただその道を選んだからにはやっぱりそれなりのやっぱり覚悟じゃないけど、うん、必要だと思うんですよ。逆だったらどうですか。だって私旦那さんがセクシー男優だったら、うん、他の女性と。もうなんかしまくってるって考えたら発狂しますよ。もう絶対無理です。でも例えば、うん、そのセクシーじゃない俳優だとして、うん、俳優ってキスとか絡みとかあるじゃん、うんうん、あれはどうなんですか。嫌ですね。あ、嫌なんだ。じゃあ嫌ですけど、有名な俳優でもダメなの。嫌ですけど別にそれことに及んでないじゃないですか。どこまでかって話もあるよね。いやいやいや、でもあくまでしてないじゃないですか行為自体を。そうね。でもあれも演技よって言ったらどうですか。あれも演技なんだよ、セクシーだけが。あれも映画の一部、映画っていうね、うん、の一部なんだよって言ったら心はない、入ってないし、で監督の言う通りやってるだけなんだ。でもしてるじゃんって、まあ、それはそうなんです。あのなんかよくその、ね、例えば今のそのセックスワークを卑下